皆さんこんにちは。今回は年末年始の休館休業日についてお知らせします。市役所と市内の主な施設の休館休業日をご案内します。市役所は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休業いたします。新年は1月6日月曜日から開庁します。各地区行政センターは12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休業いたします。また12月28日土曜日と1月4日土曜日、5日日曜日は貸し館のみ行います。名栗地区行政センターは12月29日日曜日から1月4日土曜日まで休業いたします。グリーンセンターは12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休業いたします。なおゴミの持ち込みは12月27日金曜日までです。保健センター、保健センター名栗分室は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休業いたします。その他の施設の年末年始の休館休業日はご覧の通りです。このほか年末年始の救急医療機関など詳しくは広報反応12月15日号をご覧ください。以上、年末年始の休館休業日についてお知らせしました。それでは引き続きウィークリー情報をお伝えします。12月22日日曜日、エコツアームササビの繁殖期の不思議に迫るムササビ観察会が行われます。12月24日火曜日、健康相談が保健センター名栗分室で行われます。12月25日水曜日、創業経営相談がステップで行われます。12月26日木曜日、ご機嫌体操普及講座が市民活動センターで行われます。同じく冬休み子ども映画会が三杉台地区行政センターで行われます。12月28日土曜日から1月5日日曜日まで市役所は休業いたします。新年は1月6日月曜日からの開庁です。以上、ウィークリー情報をお届けしました。続いてその他のお知らせです。水道業務課、水道工務課からのお知らせです。寒くなると水道管が凍結し、破損や水が出なくなったりすることがあります。むき出しになっている水道管、北側や風当たりの強いところなどにある水道管は凍結しやすいので、身近にあるものを利用して保温しましょう。凍結させないためには保温材、布などで蛇口まで完全に包み、保温材が濡れないように上からビニールを巻いてください。メーターボックスには発泡スチロールや使い古しの毛布、布などを濡れないようにビニールに入れて保温してください。凍って水が出ないときは、そのまま自然に溶けるのを待つか、次の方法を行ってください。1、蛇口を開ける。2、凍った部分に布かタオルをかぶせる。3、蛇口の方からぬるま湯をゆっくりとかけて溶かす。直接熱湯をかけると水道管のひび割れや
破裂の原因となりますのでご注意ください。また年末年始12月28日から1月5日は水道の使用開始・休止の受付を行いません。住所移転等で水道の使用を開始または休止するときはお早めのお手続きをお願いします。使用開始・休止のお問い合わせは第一環境株式会社飯能営業所電話971-2776へお願いします。お問い合わせは水道業務課電話973-3661、水道工務課電話973-3697へお願いします。市民課からのお知らせです。システム入れ替えのため住民基本台帳ネットワークシステムを利用した手続きを一時停止します。ご不便をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。停止期間は12月26日木曜日と27日金曜日です。利用できない手続きは住基カードの交付申請、受け取り、廃止、電子証明書の発行、更新、失効、住基カードを利用した転入・転出届などです。詳しくは広報飯能12月15日号をご覧ください。お問い合わせは市民課電話973-2112へお願いします。保健センターからのお知らせです。献血のお知らせです。皆様の温かいご協力をお願いします。日時は1月7日火曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時です。会場は市役所正面玄関前です。お問い合わせは保健センター電話974-3488へお願いします。さわらびの湯からのお知らせです。さわらびの湯は年末年始休まず営業します。時間はご覧の通りです。また楽しいお正月イベントを開催します。ぜひお越しください。1月1日元旦はお年玉福引き大会を行います。1月1日から3日はリンゴの湯をお楽しみください。お問い合わせはさわらびの湯電話979-1212へお願いします。都市計画課からのお知らせです。流れ橋下にご注意ください。阿津運動公園と岩沢運動公園を結ぶ流れ橋は霜が降りると滑りやすくなりますので、通行する際は足元に十分ご注意ください。また夜間の通行は危険ですのでおやめください。お問い合わせは都市計画課電話973-2268へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所広報情報課でした。